方形でいいんだけど、つかむだけじゃなくていいんだろうね。足払いとか、はい、ああ、足払いとか、そういうのも一つ二つやっぱり入れた方がいいだろうな。うん。作るように入れろよ。相手が力を入れてるのにそのままなかなかかけるともつれていくから、取る前に当てに入れるなりね、はい、そういう時に使うの。重要ラウンドなんかの時にはそういう当てにを効果的に使うんで。もうそうなったらもう十条手でいいぞ。はい。ああ、そうそうそう。ちょっと来たら読めたっていいんだろうな。ああ。うん。何でもかんでもそのまま取らせなくたっていいんだろうな。うん。あ、いいよ、いいよ、うん、自分もあるんだよ、うん、演技じゃねえんだからさ、はい、うん、15ラウンドリーだから技、どんな技をかけてもいいわけだ。全然技じゃないじゃないですか。保険にはないようでもやった、うん、じゃないですか。ありなんですか。当然使っていいの。いいですか。いいじゃん。だってそれは出てないんだから習ってんだ。例えばこう取って誘った時に取っていく時に足払いとかね、何でも構えたの取りに行くんじゃなくて後者の方も、ね、こう振ってから取るとかな、そういうのもやっぱり入れないと、うん、ただ、どっちからやるんだ？10か？あ、5か。わかんない。
んねんな、まあいいよ。ちょっと一応しまやろう。はい、主者後者はい、中段順蹴り、はい、いいんじゃない？今日は。